はい、どうも、山上健太郎です。本日も、ドラゴンクエストトレジャーズやっていきましょう。まあ、今日はね、まあ、駅復活ぐらいを目指して、やっていきたいと思いますけども、そう言って、いらっしゃいますけど、なんか、お宝ありますけれども、これ無理やりテンション上げてますけども、これ実は寝起きっていう。さあどこかな。ね。近いか。なんかあるし。これやったんかな。またか。ちゃうよな。これガラクタやな。なんかマントみたいなやつ。ね。鑑定が楽しみだな。まあ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 。来るぜ。まあね。おお。お。近いか。おお。やったね。もう一度向こうね。はい。やった。近いか。こっち。やった。こっち。でもこっちってどこかな。うん、近いか。それっと。シャシャシュー。ああ。え？え？どうすんのここ。届かんよな。一回落ちるしかないよな。視察しといて。へぇ。あっちやろ。あっちやんやけん。なんか、どうしようかな。どうしようかな。え？多分か、うん、やっぱこっちになるよな。こっち行って。ここでパーってやったらこっち。さあどこかな。これ上近いか。上か。上どうやったかな。ほんとこいつ使って上がれるわ。近いか。さあどこかな。近いか。こう上がって。じゃあ、近いか。頼んだぜ。はあ。ジャンプ。なんだこれ、コンパス。どっかの駅ぐらいはね、やっていきたいと思うんすけどね。さてと、じゃあ飛ぶか。一番近いのはどこだ。あの56とかいうクエストを受けてみようかな。おいっと、まあ、とりあえず戦いはこいつらに任せておいて。あ、アイテムなんか落ちてんな。あ、なんかお宝も宝シーズが。拾うだけ拾っとくか。お前。素材が手に入るのは嬉しいけど。よし、まあここ行けるっしょ、もう。あ、待って。ああ。いけー。オッケー。オッケー。ここら辺いけるっしょ、もう。潮風そう。ふい。サクサク進めていくぜ、もう。
なんかもうめんどくさいぜ、喋るのが。そして、うわー、なんか知らんけど体力が。あ、お姉さん、おっさんって私さ、お姉さん、どうやってここまで来たかわかんねえけど、ちょっと待って、素材だけ剥ぎ取らせる。聞くから、後で話聞くから。おら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 、こいつ仲間にできんのかな。あ、倒しちゃいそうだな。マジか、仲間になれるんだ。やったぜ。よし、このお姉さんにお話をお聞きになられて、そして行こうかな。お、こんなとこでお会いするなんて、私は今こちらの席を調査しているところです。このルームの大事な大事に見つめられて不思議な式はいかがでしょう。私だけだと手が回らない配達配下の親衛隊の者に席を調査しているんです。ただなかなか報告に戻ってきませんね。そこが先輩のブレイクムッシャー、そうだ、旅の途中で私親衛隊の者と会ったら分からない。オッケー、分かったぜ。頼まれてください。あなたはそう言ってくれと思いました。私は各島に調査中、探してきた話を聞いてください。調査対象の島の役所は何度も言われて、覚えてられない。あなたは覚えてる。あなたはそこの席も調べてみる。それでは亀井さん、断念しました。はいはい。OK。まあたりが読んであげるわ。はい。すべての生物には宝のありか、感じる力が備わっている。バドラはそれを目に浮かべる力を、マドラはその方角を知る力を持っていた。わけわかんねえぜ。ヒヤホーイ、なんか戦ってる。あ、戦ってねえわ。回復してくれたのか。よし、戻るか。あそこへ、あそこへ行くか。あ、なんか、どこだ、こっち、こっち。さあ、どこかな。お、近いか。めったかー。うーん、これ、あ、まあ、戦ってんのか。え、どこへ。ちょっと待てよ、回復させた方がいいか。さあ、どこかな。こういう意味だにして、近いか。選んで、こういうタイプ。近いか。まあ、お前も回復しとけ。玉切りがい。あ、スカウトはもうねえのか。まあ、いいか、それだったら。あ、ここら辺でも。はい、オッケー。ここら辺だろ、どうせ。さあ、どこかな。あれだな。え、じゃーん、なんか続きだ。
サーゴーレム相手に倒してくれてるだろ。鑑定が楽しみだな。全然こういうとんね。ああ、よし、行くぞ。どこを目標に行けばいいんだ？これか。ここを目標に行こう。ってことは、左側だ。左側だ。ここは凍ってっから、そんな。めっちゃお宝あんな。これはすごいのか？よっと。お、なんかあるぞ。なんかあんぞ。またお宝あるぞ。どこだ？あ、こういうことだ。あ、そういうことね。わ、なんか落ちたぜ。拾えねえぜ。拾いたい拾いたい。ふう、拾えない。待って、拾えないのか。あれなんだ、あそこ。あ、こっちか。気になるぜ、あのお宝。冷たくないのか。あれ、ここら辺じゃねえの。え、あ、終わった。これ登れるよね。じゃーん、やったぜ。ヒヒふい。この無理やりテンションを出してる感じがやばい。寝起きでこのテンションはやばいぜ。深夜テンションになってしまうぜ。やったぜ。登れなーい。登りたーい。登れないの？ここ。やだー、絶対心臓悪くする、そんなんしてたら。ああ、ここまでは来たわ。オッケー。ああ、なんか下にもあんな。これ下通り抜ける。なんかこうやってさ、これでさ、下通り抜けれねえのね。まあいいや、行こう。なんか落とし物とかあったら。俺も参加するか、戦いに。やったー。は？またお宝あんの？どこどこどこ。
こっからこう行ってたのか。これでこれ取れるのね。じゃあどこかな。近いか。お、待って待って待って、コインがゲットできたからコインを入れ替えるか。コインってどうやってコイン装備か。これは下からお宝っと。ね、まあ一番攻撃力高いやつに。あ、コインいっぱい持ってんじゃん。あ、なんか、あ、こうしていっぱい持ってんだったら、こう、あ、いえいえ、強さ、魔力、まあ魔力あげとくか。でキラリンにはこの、ちゃう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 、キラリンにはこれを、これをつけよう。で、シャーロットにはこれとこれをつけてあげる。これでいいや、これでいいや。なんかいっぱい持ってた、知らなかった。これ上かな、上っぽいな、上だな。これ登れるかな。登れた。近いか。オッケー。近いか。頼んだぜ。ほいっと。なんかめっちゃ。あー、倒すか。きっとね、打ち物だな。倒すわ。ここら辺に、あ、ベースキャンプがあるわ。一旦ここでみんな集まるか。おい、少し休むか。行くぜ。どこだっけ。ここか。この道をまっすぐ行けば、この道はいつか来た。あ、ここまで来たわ。前無視していこう。やめて、俺を攻撃しないで。俺はただ素材を手に入れに来ただけなんだ。おっと、またガラクタがあるぞ。もういっぱいだ。一旦帰らないといけねえ。でもそのためには、そうだな、駅復旧させて帰るか。あ、無知だ。ああ、そういうことか。もうこっち帰んじゃないか、駅。あそこかな。ああ、やばい。あ、もう無理。こうだな。でも無理っす。この駅を復旧させて今日は終わりにしようかな。うわ、あるけど、まあしゃあないな。ピロリピロリ。オッケー。これか。はい。ほら、くらえ。
話しかける。え、いてついた化石、いてついた化石だと。この近くの青い骨の採取ポイント、あ、なんて、もう一回もう一回ちゃんと読んでなかった。あ、え、いてついた化石、いてついた化石っての、いてついた化石は、ちょっと長くなりそうだぜ今回は。この付近で取れるのね、この付近で取ったらいいのね。ちょっと待てや、なんなんだ、いてついた骨、青い骨の最終ポイント、青い骨の最終、青い骨、青い骨ってなんだよ、こうあってこいって、くそー、くそがよー、わかんねえぜ。そう、わかんねえぜ。青い骨だと、青い骨やどこにあるんやねん。少し休むか。青い骨、骨を探しゃあいんか、青い骨。あ、ちょっとこれめ、あそこまで戻るのめんど、あ、これか、これね、あ、これの、これを探せっていうことね。あ、なんだ、近いぜ。あ、もう大丈夫や。これで、OK かな。これでいいっすか。はい。OK。ここは俺たちのものだぜ。よし、動き出した。さあ、行くぞ。帰って鑑定するぜ。いやっほーい。ただいまー。はーい。さあ、いっぱいあるぞ。今回はどれがサムネなんだ。やっと帰れた。ケガのマント、楽しみです。ほーん、なんだこれは。さあ、なんだ。ある国の姫の純粋なる愛情が込められた贈り物の偽物、実はこれを送ったのはよその国の王子だこと判明したようだ。わからない、ドラクエをそんなにしていない。初めて見るお宝だぞ。あ、鋼の剣だ。川の腰巻き、お、鱗の盾だ。安い。これは見たことないな。お、これはもしかして、あ、全然違うかった。初めて見るお宝だぞ。知らね。え、162万。これは見たことないな。おお、茨の町だ。こりゃいいや。お、これで4、行ってない、行ってないだと。初めて見るお宝だぞ。お、ランクアップしたぜ。駆け出しお宝ハンター団になったぜ。いい感じですね。総額アップです。お、100万到達です。やったぜ。
ランクが上がりましたよ。これはなんか気になるからやってるだけです。お、いいよ、宝は手に入ったかしら。今回の武器も大変だったんじゃない。うん、ぶんたくみんな当たってちょっと休んでいくといいと思うんだぶ。あー、なんかイベント始まるわ。ローポイント弾も順調に大きくなってるよね。おい、この辺で二人にはちょっとあたいたちのことを話しておきたいの。なんだい。あたいたちは7つの竜石を探していることは以前話したと思うんだけど、それって神様から与えられた使命なんだ。ほう。僕たちはすごく遠い世界からやってた神の使いなんだ。ほう。天使ってことか。7つの竜石を集めて特に帰れない。だから私たち竜石をなんか魔王側っぽいよね。で、思い出したのは竜玉の迷宮で竜石のことを知るため石板のこと。あの石板がまだあるかもしれないから竜玉の迷宮をもっと調査したいんだもん。でも引き裂かない扉があって先に進めなかったんだよね。だから駅の修復が終わっていました。親方さんに声をかけてみた。扉が開いた2人には竜玉の迷宮の探検をお願いしていいかした。あなたの竜石を早く集めて隙間見つけたらいいんじゃないかと思うの。はい。ミュミュ。おう。はい。今日はもう休みましょう。はい。じゃあ今日はこんなところで終わりにしましょうかね。じゃあ本日は今日これで山上健太郎でした。ありがとうございました。探せるお宝が変わったみたい。調子はいかがです。お疲れ様でした。やったぜ。お疲れ様でした。やったぜ。お疲れ様でした。